勃起さん。ネタはいつもハゲばかり、五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パッキポッキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は木曜日ということで、私休み明け一発目でございます。ドッカーンって感じですけど、いかがお過ごしでしょうか。今日のこちらの方面は曇り、ですね。はい、皆さんのお宅はいかがでしょうか。今日の朝はちょっともう20度切ってましたね。ちょっとヒヤッとしましたよ。で、多分もうちょっと前は多分まだちょっと低くなってたと思うんで、ちょっと寒くなってきた。とりあえずでも半袖でまた立ち向かうこのハゲでしたって感じですかね。はい。さて、今日で、あと10日っすね。はい、皆さん待ちに待ったあのイベントがありますよ。秋の演芸やろうぜです。すごい、あともう10日になっちゃいました。もう今年始まってからですね、演芸やろうぜ頼むぜマキさんみたいな感じで来まして、で春が来え、また今度日本橋があってという感じでですね、でいろいろまたイベント、参加されてということでね、援護射撃というかね、後方からずらずらなんか打ち込んでましたですけど、さあもう今年のビッグイベントもこれで最後かなと思うんですけど、なんかでもここら辺の時期なんかみんな固まっとるみたいですね。吉野さんなんか偉いなんか宣伝してましたよ。はい、で演技やろうぜともまたバッティングでね、JJ ライダーさんっていう方がですね参加される、イベントもあるということでですね、まあとりあえずその岡山県の赤浦市熊山英国庭園グラスハウスにて行われる秋の演芸やろうぜ、ここはちょっと抑えてください。メンツ すごいっすよね。鳥屋さんも来るし、翔吾さんも来るし、宮城さんも来るしね、もう名だたるメンバーが集まり、まあもちろん岡山を拠点にされてる方から、京都から、和歌山から、香川からっていうかね、もう来ますよ。春は花村さんがですね、朝早からなんか参加されておりましたよ。そのね、やっぱね、その行動力はすごいですよね。もう行こうって決めたらね、やっぱもう距離関係ないですよね。誰か言ってましたよ、花村さんだったら、なんか片道300キロぐらいまでやったら全然日が行くっすよみたいなね。でも実際この前、長蔵さんですか、で私と同い年の、同級生の長蔵さんなんですけど、あの方も往復600何とか言ってから、やっぱり日帰りで行ってましたもんね。あれは別子さんと武蔵さんのとこ行ってたみたいですけど、300キロって言ったらね、福岡から鹿児島ぐらいなんですよ、片道。しかもそれ、高速乗ってかな、だって下道やったらまだすごい時間かかるんですけど、まあ、今、高速が今が充実しておりますので、ね、福岡から高速乗って鹿児島までどんなもんすか、片道3時間ぐらいで行けるようになったのかな。でもそれ考えたら、岡山からこの前の石川ですか、金沢ですかね、はい、吉川さんが言ってましたですけど、朝の7時ぐらい、あれ7時だったかね、7時ぐらいから出て、お昼過ぎぐらい着いてたんでね、あれは長かったんですよね。ね、地になりますわっていう感じですね。腰もやるわ、地にもなるわっていうことですね。ちょっと地に思い出したんですけど、マキオさんもなんか持論がどうだろうとか言って、ちょっと難しい字書いてたから、ちょっとごまかし入ったのかなとか思ったんですけど、でも字っていう字は隠せないなとか思ったんでですね。で、結婚された、マキオさんとゆみさん結婚された、なんかケーキ入刀してましたよね、ストーリーでね。俺よう見てないのかな、結婚しましたっていう風なご報告のストーリーなりポストされた？してる？わかんないっすよね。もうまあ別にねえ、まあ、お広げに結婚しましたよとかって言う人はいないでしょうからね。まだ言ったら言ったらね、なんかまだいろいろあるからっていうことですね。まあまあそれであれば、まあまあ結婚するとは思ってましたですけど、いつするのかなっていうところだったんですけどね。まあまあそれしたということにしましょう。はい、おめでとうございます。
そんな感じでですね、はい、まあお祝いはありませんのでこの貧乏暇なし励まずにですね、はい、そんな金をかかるようなことはしないでくださいねということでそんな感じでございますわということで、まああの秋の演芸やろうぜですよねえ。皆さんどうですか、イベント、もう今年最後の笑いというかね、あの求めてるのであればぜひ演芸やろうぜ、岡山県までちょっと足を伸ばしていただければと思いますね。吉野さんは必ずあのマックスでね、接していただけると思いますので、テンションもうすごいね、1年間ずーっとあるテンションでやっておりますよね。すごいわ、私はもうついていけませんわ、もう、はい、今年はもうライブなんかももう片手ぐらいしかやってないですもんね。去年は結構してましたよ、いろいろ他の人と絡んだりね、人やったりしてましたけど、いやー年って本当に取りたくないもんですねどんなって感じですけどね、はい、ということですね。じゃあこの続きはまた後でーす。バキコキツくんのブラキ、はい、バキコキさんのブラキ続きです。ということでいかがお過ごしでしょうか。こちらは曇りということで、もうちょっと寒くなってきたよ。いや皆さんのお宅はどうですか、こんな感じがしますが、昨日買ったですね、あのお迎えしたですね、あの久山植木であのお迎えしたステファニア、ステファニアエクレタだっけ、なんかそんな名前だったじゃん、はい、もう一個あるんですよね、ステファニアね、うん、ステファニアエク、うん、多分それやったと思う、はい、とあとガビザンですね、とあとチランディアなんですけどね、チランディアちょっと今スローライブさんがちょっと昨日ちょっと大阪に行って京都に行ってとかって言われて、もう帰ってきたばっかりなんでちょっと時間がなさそうだったんで、まあ、また教えていただけるかなとかと思うんですけど、うん、まあまあいいやみたいな感じですけど、まあまあまあそこら辺はちょっと放置状態にしてるんですけど、わからないからですね、エアプラントはですね、とりあえず水にはつけずにそのままポコッとあの、なんか鉢みたいな、鉢というかコンクリバチにポコッと入れてるだけなんですけど、あとステファニア、あれは借りにくいよね、あれでいいのかなとか思って、ちょっと湿った土の上にポンとね、あ今置いてる状態なんですけど、あんなんで発酵するのとか思って、で暖かいからいけるじゃないですかとかってね言われてあったので、あそうなんやとか思ったんですけど、今日またちょっと20度切ったでしょ、マジでとか思って、もうちょっと暑くないとダメじゃないのとか思ったりですね、まあ蒸れることはないのでいいのかなと思うんですけど、なんか芋の部分がちょっと腐りやすいんですって、発酵すればねなんとかねいいんじゃないかなとかって思うんですけどね、あちょっとそこら辺がよくわからないですよね、はい、まあちょっと楽しみの一つではあります、頼むぜっていう感じで思ってますけどね、はい、さてあとはどうですかね、あそうか今週末はまずは増田さんたちのイベントがあるとですよね、はい、なんか結構いい株が出てくる、今からやっぱおとんななんですかね、おとんなおとんなおとんな言うんですよね、増田さんとこも おとんなやったっけ、なんかおとんなとか、あれ仙台だから忘れた、はい、おとんなももう冬型とかなんですかね、ああ、という形では今からキックオールじゃないですか、皆さん、カメカメカメって、久山泳ぎでもすんごいカメがいっぱいありましたよ。大体の相場は、あれ どこさんってかかんのね、メキシコさんとかアフリカさんとかも全然書いてなかったんですけど、まあ、結構、もうその時期なんですかね、時期によってはもう、どんどん、やっぱり安いのが出るのかなと、大体相場がね、わかるような気がするんですけど、やっぱでもいかつくなったらちょっとやっぱ部屋の事情もあるからやっぱそこそこでいいよね、本当もう手のひらで収まるぐらいの大きさでキープしていただければこの上ないんですけどね、あのブラキリスとか結構こっちじゃないですか、あのその久山植木で見ましたですけど、両手でもうちょっと溢れるぐらいのブラキリスだったけど、いやこれでかすぎやろって、あーもうそれだけで場所取りますからね、だからやっぱ手のりが
やっぱり人気があるのかなとかってやっぱ思いますよね。いやまあでも植物はもうほどほどにせなとか思いながら、ちょっとやっぱ最後の最後でやっぱちょこちょこと増えてきようですね。はい、もう調子乗ってなんか安いかも面白いかもって言ってパン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 と買った去年、でそれでダメにしたのが3株やったんですかね。はい、今年は今んとこは、その3株以外は今んとこは大丈夫、キープしてるかなって感じですか。負けるぐらいならトゲトゲてしまったですね。あれやっぱちょっと場所が悪かったよなとかって思います。なんかね、こう一緒にこう植えとっていいやつと悪いやつあるね、やっぱり。あとはもうその病気にかかったりやっぱしとるのかなんかわからないですけど、そうなったらちょっとやっぱまあアウトやなっていうのはすごく感じました。まあそうありますよね。でぽいぽいとこう意外と気にしないで放置してる100均の、サボテン、なんとかサボテンとかって言ったらあれサンゴサボテンだかな、なんかそんなやつがあるんですけど、ヒャラヒャラとしてね、すごいもうボコ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 やって、ちょっと見た目はうわってなる感じなんですけど、それとあとエキュベリアでいいですかね、エキュベリアだ、多肉植物もぽいぽいって置いてるやつもなんか花がこう花芽がビューンって出てきたりね。別にちょめちょめする手がないので、あれはもう花芽は切ってもいいですよとか言ってなんか聞いたんでですね、そうなんやとか思ったんですけどね。はい、あとガガ様はどうなんや、ちょっとこうどす黒い部分もありの、ちょっと緑の部分もありの、どっちも生きてるのか死んでるのかちょっとわからない状態で、もう花がちょっともう咲かなくなったので、もう咲いて今なくなったって感じで今ビローンってなった状態ですよね。あとボスセリもちょっと止まった感じですね。水吸ってないような感じなので止まったのかなとか思って、そんな感じですね。あとは現地キグラキリスとかも、もうそろそろもう家に入れとかないかんかなとかいう感じではありますよね。もう吸わんくなるんじゃないかなとか思ってですね、今年は結構良かったよね。さあ今からもう本当に水やらない断水ですね、していかないかなとかって思う今日この頃です。はい、まあとはいえ、皆さんも食中、食欲旺盛で食中毒真っ盛りだと思うんですけど、まずはイベント行きましょうよ、ね、もうぜひね誰か行ってからレポートしてほしいっすよね。なんかねライブ誰かしてくれるかなと思うんですよね。演技やろうぜ、ライブしてほしいですね。はい、それがちょっと切なる思いですけどですね。はい、であと10日後にはもう始まるということなので、もう番宣というかね宣伝しないといけないなと思う今日この頃でございますが、今日からまた残念ながら週がまた仕事始まっちゃいますということで、皆さんはあと1日頑張れば休みということで3連休ですね。はい、いい感じじゃないですか。雨降れたらいいなとかって思います。はい、じゃあ今日こんな感じで動画で見ます。お疲れ様です。てっきょにじい口づけを交わした日はママの顔さえも見れなかった。ポケットのコイン集めて一つずつ夢を数えたね。ほらあれは二人隠れ家、秘密のメモリーをどこで壊れたの俺、うつむく日は見つめ合って指を繋いだの俺。